green in regulation, and she does hit a lot of greens. 今年も優勝のニアミスが何回もありましたけれどもね。特にあのご主人のマーティン。同時優勝の可能性もあった週もありましたよね。あのニアミスといえば今そして、ジェリーナ・ピラー、このオリンピックの対象になるワールドランクが決まるのは決勝ですので、もちろん、まあ、今週も含めて3試合あるんですけども、特にそのメジャーになりますとポイント大きくなりますよね、はい。今シーズンだけでもこう優勝争いにね、なんか LPGA Tour has tried to make it more interesting by moving the tee up. I think it